はい、皆様こんにちは。テノール歌手の工藤和真です。今回歌う曲はですね、山田耕作作曲の、この道、そして、滝廉太郎作曲の、工場の月を歌わせていただきます。この2曲はですね、僕が歌を始めたのが高校生ぐらいの時だったんですけれども、どちらも高校の時に勉強した、曲で、とても思い出のある曲です。工場の月を作曲したのが土井万水という、方なんですけれども、僕は岩手県出身で、その土井万水は、仙台、宮城県の仙台市出身でですね、非常に東北で近いところにいるので、こう市の雰囲気を、道の句の感じをちょっと思い浮かべながら歌いたいと思っています。この道はですね、札幌のあれだったかな札幌の様子を歌った曲だと思うんですけれども、僕の父親が北海道出身で、僕自身も札幌に行ったことあるんですけれども、その様子をちょっと思い浮かべながら、歌いたいと思います。普段はオペラの曲を歌っているんですけれども、日本の曲も僕はすごく大好きで、やっぱり日本語とやっぱりイタリア語、ドイツ語というふうに言語が違うので、やっぱりその言葉のやっぱり感じを、やっぱりこう日本人が喋ったような日本語にしないといけないっていう風に、すごく自然な響きにしないといけないっていうところがすごくこだわってるところですね。それはオペラも同じで、日本人が片言で喋ってるようにならないように、オペラも向こうの人がナチュラルにこう歌ってるようにネイティブな発音で歌わなければいけないので、 もちろんそこのヨーロッパ風な響きは持ちつつ、発音はしっかり日本語の発音で、でなおかつ日本人の持ってるそのわびさびの心ですとか、そういうところを意識しながら、みんなにこう世界観を共有できたらというふうに思っています。聞きどころとしては、やっぱりこう同じメロディーが続く曲、2曲ともそうなんですけれども、その1番2番3番というふうに曲がこう移り変わっていくのに対して、内容もこうちょっと変わってくるので、その歌詞を聞いて、で僕もやっぱりその中で歌い方を変えていくので、それをこう曲を聴きながら感じ取って、その情景を思い浮かべて聴いていただけると嬉しいなというふうに思っています。今回の出演で楽しみにしていることというところなんですけれども、今回はもう非常に本当に豪華な出演陣でですね、バリトンのビタリー・ウシマノフさんですとか、錦織健さんというふうな素晴らしい歌手の方々と共演させていただけるのが、非常に楽しみです。はい、ラララクラシックコンサート、7月21日、東京芸術劇場でお待ちしております。